ヘルメスミトのワテイストアクセサリー、ワテイストジュエリークラスです。コサージュを作っています。こちらのようなコサージュで、皆さんリボンの色が違うので、イメージが変わります。今リボンにギャザーを寄せて、それを輪にしてお花にして、縫い留めているところです。その後はもう1枚のリボンも縫い留めて、放射線状にして、シャワー台という金具を縫い付けています。シャワー台はこのようにクリップと、ブローチ金具がついたものです。で、パールも表側に縫ってあります。3人とも、リボンの色が違うので、雰囲気がそれぞれ変わります。こちらの方もシャワー台に縫い留めているところです。綺麗ですね。シャワー台からは、時々表側にも出して、補強にも、なるように縫い留めています。